思ってきたこと、うん、作品だったりとか、あと美容師の仕事を通じて思ってきたこととしては、なんだろう、可能性をすごい広げられる仕事だなと思うんですよね、うん、人の笑顔とか美しさっていう可能性を広げられる仕事でもありますし、うん、ただ世界でたくさん賞に出られてると思うんですけども、さら、はい、に刺激を受けた国ってありますか？10年前、18歳の時に、うん、初の海外旅行、うん、初のフライト20時間、うん、初の飛行機で、うん、で、ロンドンに行ったんですよね。もうカルチャーショックでしたね。本当にロンドンって次元が違うんですよね。なんでかって言ったら、なんだろう、こう東京で見かける外国人の人たちって、うん、駐在さんか、うん、あと観光客かぐらいだと思うんですよね、うん、でもロンドンって多文化がもうギュッと入ってるんですよね、うん、いろんなもう肌の色、うん、瞳の色、うん、でも本当にいろんなタイプの人たちがいて、うん、やっぱりもう美しい中性的な部分もあれば現代的な部分もあり、うん、でかつもういろんなもうなんだろう人種とか、うん、いろんな考えを持った人たちがそこにいて、であとこうエピソード的にはだろう、ロンドンで、うん、ファッションウィークのバッグに入った時に、うん、もう喧嘩なんですよ、うん、言ってることが、うん、もうみんなもう意見とそれぞれぶつけ合って、うん、ディレクターが何と言おうと、いやでも自分はこう思うって、うん、いやこうこうこうした方がいいって言って、うん、意見がぶつかり合うんですよね、うん、でもすごいいいのができるんですよ、めちゃくちゃ仕事が早い、なんでかって言ったら、なんかただ意見言うだけの人間って多分街でも生きれないし、東京でもそうだと思うんですけど、うん、その多分だらっこじゃないですか、うん、じゃなくて相手の言うことを受け入れる寛容さ、うん、自分も主張はする、でも、うん、お前の言ってることもじゃあ分かるぜって言って、うん、受け入れる寛容さ、うん、でそれを必ずまとめ上げる誰かがいて、強いリーダーシップの人間がいて、うん、引っ張っていくっていう、うん、なんかやっぱりそれを見た時に、うん、なんかもう僕は結構性格変わりましたね、撮影現場でも。もう何でも言うようにしてますし、で逆に自分がトップに立つ撮影とか、うん、現場とかだともうなんか僕が間違ってることも全部言ってくれて、で全員で意見を出し合って、もう本当に初めて現場入る人からしたら、ただの喧嘩なんですよね。もう怒号の飛び交い。学生の頃の英語は得意でしたね。いや全然もう文法もわけわかんないですし、なんとなくでなんかやってた。頭いいから。そもそも。そう。多分、英会話を覚えるなんかこう工夫もあったんだけど、全部独学で。英語はもう5年ぐらい毎日コツコツ、例えば電車の移動時間とかに、YouTube とかで、なんか海外もこう、特にイギリスにもずっと行きたいって思ってたんで、ロンドンにいつか絶対移住するって決めてたので、だからもうブリティッシュアクセントでしっかりと、こういろんな人のなんだろうアクセントとかを見たりとか、本を読んだりとか、イギリスの本を読んだりとかして、それで学びましたね。こうロンドンの経験性、リュウズさんがこう動かれる根源というかモチベーションで何がありますか？一番強いのは憧れっていうところがやっぱり根源にありますね。で美容学校でも結構自分で言うのも結構優秀な方だったんですよ。なんかやっぱり好きをできるって、好きを勉強できるってかなり強いんですよね。で学校にいる間はずっとそれを周りに感じれるっていう環境が本当にすごく楽しくて、で2年生の時に、就職活動があるんですよね、専門的に2年間なので、でその時にそのサロンだけを目指して受けたんですよね。ただ倍率は20から25倍、もう狭き門、400人受けて20人しか受からないっていう狭き門なんですけど、もう何でしょうね、3時まで行く面接で、もうなんか何て言ったかってもうずっと夢中だったので、あんまり覚えてはいないんですけど、でも自分の思いをぶつけて、あなたたちには壊れたんだって、入らなかったらもう俺美容師に ならないみたいな感じのことも言って、で最後決まったんですね。銀座に160坪ある総工費も3億かけたっていうすごいヘアサロンなんですけど、そこの店舗に配属っていうことで、憧れの人もそこでお店のトップをやっているっていう。でもその時は僕なんでしょうね、
実際今振り返るとそのサロンに入ったことはすごい後悔してます。実はなんでかって言ったら、なんだろう、やっぱり中に行くってまた違うじゃないですか、うん、視点がやっぱり、うん、あの外から見るのと内部の見るのがやっぱり違うんで、あのサロンは僕の中では憧れであってほしかったっていう、やっぱり現実そんな甘くないんで、やっぱりずっと憧れた人、うん、ずっと笑顔だった人がブチ切れてるところを見ちゃったっていう、実は体調崩しちゃったんですよね、そのサロンは。ご自身の？そうです。朝のもう上手くなりたくて、もうなんかこんなにビビビビいろんな人から怒られるのも嫌だし、なってだからもう朝の4時半から練習してたんですよ。4時半？深夜は1時まで。うわ、なんだろう、美容学校の時って自由な視点で、まあ、例えばパーマカットをする自由な、なんかこう発想でできたのが、美容師になってからどん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 なんかこの例えばですけどカットでボブを切らなきゃいけないってなったら、その型を覚えなきゃいけないって言って、窮屈に窮屈に感じてきちゃって、美容がどんどん嫌いになっていっちゃった時期だったんですよね。その時に僕が体調崩して病院の、あのベッドで思い浮かべたことは、楽しかった18歳の頃に一回戻りたいと思って、それがロンドン、ロンドンに行って、で美容学校で美容師も何だろう、美容っていうジャンルがすごい楽しかったっていう時に一回戻りたいと思って、原点回じゃん、で僕は何でしょう、こう未来が過去を変え続けると思ってるんですよね。なんかあの自分が今置かれてるところって絶対未来から流れてきてるもの、だからそういう逆境の状態になった時に、それもあの未来が与えてくれてる試練だと思って、じゃあロンドンに絶対行こうって漠然だったんですけどね、でもそれがこの5年間、まあ、最初の3年がそのサロンを務めて、まあ、そこから5年経ってるわけですけど、この5年間、まあ、夢をたくさん叶え続けてきたっていうところですね。でついにやっぱり最後にロンドンに行くっていうところが決まったっていうところですね。先ほどの作品を作り上げるにもこう海外の方はこうたくさん意見を言い合うっていうのをお話しいただいたんですけど、こういろんなカメラマンさんだったりアシストの皆さんだったり、こうチームで一つの作品を作り上げるのに対するこう成功、作品の成功法っていうのは何かありますか？これ実際にこの間の撮影現場なんですけど、これがもう日本最後のうちのチームの撮影だったんですけど、みんなが多分一気にあの一丸になってる姿が59秒にちょっと詰め込んだんですけど、で、まあ、僕なりの、まあ、成功法というか、まあ、今までたくさんもういろんなすごい人たちと関わってきて、で自分のチームも最初も2人で始めたんですよ。そうなんですか？はい、僕とアシスタントだけ、でここにあるようにあの2019年に撮影チーム作ったんですね。もう全く未経験だったんですけど、そういうクリエイティブの撮影で、でヘアショーをきっかけに、あのこうじゃあその当時勤めたサロンの専属アシスタントのことを、じゃあ2人でちょっとチーム作ってって、あのヘアショーからなんか歴史作っていこうかみたいな感じで決めたんですよ。もう俺たちの伝説を作ろうぜっていう、でまあもうヘアショーも大成功で、そこから自信をつけてどんどん作品を作っていって発表していってって、もうトントン拍子でもういろいろ決まっていってくれて、もうあのヘアショー、海外のヘアショーの出演とか雑誌とか、やっぱりコロナ禍であっても、あのオンラインでいろんな取材を受けたりとか、やっぱりそれって僕一人の力じゃできなかったわけで、でもやっぱり美容師としての僕ってやっぱりずっと一匹狼って言いましょうかね、自分の技術が全てだったので、でもやっぱりこう自分でもものすごい量の練習をやって、ものすごい情熱を注いでやってきた、でもそれがチームワークに変わったんですね、こうやってクリエイティブチームを作ったことで、でそこから美容師の時では叶わなかった夢がたくさん叶ってきた、だからなんかこう僕がすごくその時に距離で見る夢ってただの夢なんですよね、でもみんなで見る夢っていうのが現実になっていくなっていう、それが楽しいなと思いますね。まあ、あの今本当にお話聞いてて、もしかするとあの番組をよくよくご覧になっていただいたのかなっていうところはあるけど、でここからも最後はもうオリジナルの話で、あの今後の夢を語っていただきたいんですけど、自分自身が思ってきたこと、作品だったりとか、あと美容師の仕事を通じてあの思ってきたこととしては、
なんだろう、可能性をすごい広げられる仕事だなと思うんですよね、うん、人の笑顔とか美しさっていう可能性を広げられる仕事でもありますし、うん、紙で作る芸術っていうのが、うん、いつか必ず認められる日が来てほしいと思ってて、うんうんうん、やっぱりじゃないと、こう、なんでしょうね、自分のやってきたこともやっぱり無になってしまうなとも思いますし、うん、後世に伝えていくっていうことを正当な芸術として、うん、まあ、僕のやっている仕事というか作品とかを正当な芸術として認めてもらうようにもっともっと頑張っていかなきゃいけないなと思いますね、うんうん、でさらに何でしょう、この世の中にいる世界中の美容師とアーティストたちにいい影響を与えていきたいなと思いますね、一人の熱狂がこれだけ世界を変えたんだっていう、うん、それが僕の、まあ、夢でもあり目標でもあります。それがこうみんなの糧になるっていう部分であったらどんどん有名になってね、うん、ぜひこの夢しか叶わないの で、ね、ロンドンで飾っていただいてロンドン前よろしくお願いします。そうそうそう、またロンドン行っちゃおうかみたいな確かに行ってないですね、うんうん、本日のゲストはヘアアーティスト、友野龍太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。同年代でいうとやっぱり中野英雄とか、うんうんうん、まあちょっと事件起こしましたけど高橋昇とか、うんうんうん、まあ、あいつ俺は芸能界に入れたんですけど、うんうんうん、とんでもないこと入れかしたんですよね、うん、今ちょっとそういうのちゃんと急ぎして、うん、今また一生懸命やってるんでね、なるほど、見守ってはいるんですけど、うん、はい。